皆さんこんにちは、書道家の平田愛雅です。今回の動画は都道府県関東の7つを用いて文字の解説をしていきたいと思います。文字自体は関東の都道府県を使っていくんですけれども、各文字を構成しているパーツ、これらはですね、他の文字にも必ず活かすことができます。ですので今回の解説を聞くにあたり、都道府県として関東に住んでないから関係ないやと思うのではなくて、すべての文字に共通するポイント、これらを解説していきますので、ぜひ一緒に取り組んでいきましょう。もちろん関東にお住まいの方や、関東にお手紙を送る機会の多い方などですね、そういった方は直接的に文字のバランスなど学習していただければと思います。ということで早速やってまいりましょう。ではまずは茨城からです。はい、茨城に関してなんですけれども、まず草冠の構成を覚えましょうということで、草冠は左より右が上に上がります。上に上がります。これが下に下がってしまっている方は、まずこのポイントを気をつけていきましょう。そしてその上で次になんですけれども、この下の部分をあまり出しすぎないようにということを注意してください。どういうことかと言いますと、よくありがちなのが頭が短くて下が長いよという方、非常に多いんですね。こうなってしまいますと、下の文字が書けなくなります。下の文字がぶつからないように書こうと思うと、どうしても短く書いたとしても、なんかこう頭でっかちになってしまったり、ここ短く書かなかったとしたら間延びしてしまったりという形でバランスがうまく取れません。ですので草冠が出てきた時には、まずポイント2つ押さえてほしいんですけれども、1つは左より右が上に上がるということ、そして下ですね、線よりも下の部分は長く書きすぎないということ、これらを注意していってください。そして続きまして、下の部分ですね、二水のところなんですけれども、ここは若干広がるように書いてあげてください。そして打ち込みに関してなんですけれども、ちょっと極端に打ち込み強めに打ってますが、ここまで打ち込む必要はないと思いますけれども、これぐらいですね、ギュッと打ち込んであげることによって文字のバランス整えやすくなりますので、やってみてください。メリハリがつくというわけですね。でここ払う、この頭の部分の打ち込みは当然大切なんですけれども、ポイントとしてはこの次の線の位置、ここが大事だと思っています。どういうことかというと、これもダメなパターンを書くと、こう書いてこの頭に近いところから書いてしまう方、これも結構多いんですね。こうなってしまうと、ここが出なくてメリハリが悪くなってしまって、文字のバランスが整えられないということになりますので、注意していきましょう。そして左払い右払いということでありますが、ここの部分も大切です。さあこれもダメなポイントばっかり説明してるんですけれども、この人という字を組むときに、ある程度こうあったとしたら、まあそうですね、半分半分ぐらいの位置から始めていただいたらいいんですけれども、結構これが下から進んでしまう方や上から行き過ぎる方というのが多いです。それも要注意です。おおよそですね、バランスとしては4:6もしくは5:5ぐらいの位置にこの始まりを持ってくると、バランスが取りやすいんじゃないでしょうかということでやっております。そして右払いの時はしっかりと1:2とリズムをとって、しっかりとですね、メリハリをつけてあげてください。このメリハリが非常に大切です。さあ続きまして、白ですね。はい、白に関してはここ先ほどと同様に開いていくようにしましょう。そしてこう横線を引いた時に、ここの空間がしっかり開くように右斜め上にグッと持っていってあげます。そしてこの右斜め上に書く時のポイントといたしましてなんですけれども、しっかりとですね、書く上でここをあえて短くしてあげます。短くします。そうすることによって、下からグーッと持ち上げていっても間延びせずに書けるので、縦線が長くなってるなと思う方はちょっとここを意識してみてください。縦を短く書いて、この最後の横をグッと上に持っていく。そうすることによってここの差分ができますので、しっかり右上がりを書いている、なおかつ間延びしないという形ができます。そして一番のポイントはここですよね。中心がおおよそここになります。だいたいこれですね、マス目、
9マスで書いてます。方眼紙の9マスで書いてるんですけれども、その上でというところで、ここが中心になります。だいたいですね、この始まりの部分を中心近くから持ってきてあげましょう。そしてぐーっと引っ張ってきて、どの線よりも一番外側にしっかり出るように持ってきてから跳ねてあげます。ここでぐーっと広さを出してあげるわけですね。文字の広さを出すことによって、しっかりと、かっこよく見せることができますので、意識的にやっていきましょう。これはですね、九星球とかやっていただいている方なら理解しやすいかなと思うんですけれども、こういった構成で外側に向かってぐーっと持っていく、この形を取っていただくとバランス取れるのでやってみてください。よくあるダメなパターン、もう右側はダメパターンどんどん書いていくんですが、こう書いてこう書いて、さあここから書いてくださいねとお伝えしましたが、ついついここになってしまう方、そしてなおかつこことの差分があまりないこの位置でポンと跳ねてしまう。そうするとここが短く見えてしまってかっこよくありません。ここのバランスがとっても大事なんですね。なのでぐっと引っ張るようにしてみてください。はい、続きまして、栃木は難しいですよね。個人的に一番難しい字だなと思ってます。木偏に関しては同じく外に広がっていきます。ちなみにここはですね、これでもいいですよという書き方ちょっとしますと、こう書いてこう書いて、ここ、同じラインぐらいでも大丈夫ですよというような形になります。ラインはどちらに揃えていただいてもいいです。ただし短すぎたり長すぎたりということだけは NG ですよというお話ですね。そして大切なポイント、ここです。打ち込んでいただいて、スッと払う、でスッと払って、この払った先からスッと持っていく、ちょっと内にこうキュッと当てて持っていくとメリハリがつきます。そしてこの部分からグッと持ってきて、で同じ角度もしくは下げでもいいんですけれども、ここをしっかりと引っ張ってきて跳ねます。で止まって、ここも、打ち込みの先を当てるイメージで持ってきてあげて払うという形でやってあげましょう。この打ち込み終わり、ここが連動する形です。これがですね、のぺっとなってしまうとどうなるかというと、払いました、接続をがっつりひっつきます。はい、同じような形で書いてるんですけれども、ちょっと平面ベタっとして見えますよね。そうならないように、打ち込みのこの先を当てる、そして打ち込み作るというところを意識してください。で木に関してなんですけれども、これもよくありがちな、字が苦手な方あるあるなんですけども、こう書いて、ごめんなさい2回書きましたね、ここまで引っ張ってしまう方が多いんです。この下のラインをご覧ください。全部揃えてしまう方ですね、もしくは左払い右払いが出てしまう方、非常に多いんですけれども、こう縦線がある場合に関してなんですが、この線よりも上に来るようにしてあげましょう。払い終わり、これがですね、上に来るようにしてあげるといいと思います。で先ほどお伝えしましたが、右払いはメリハリをつけてという形です。そしてここ羽に関しては、書写においては跳ねないでくださいね。ただ、筐体としてここしっかりと跳ねて、直角につながってっていうイメージなんでね、こういうイメージで書いていただくとバランス取りやすいかなと思いますので、やっていきましょう。さて続きまして、群馬です。はい、群馬も難しいんですよね。しっかりとですね、ちょっとここをちっちゃめにしてしまってますが、もう少し均等でもいいかなと思います。しっかりこことここですね、均等になるように払ってあげて、で口の縦をちょっと長めに取ります。で短めに取って、しっかり横が出るようにしてあげてください。で次がポイントです。次ですね、点を書いてこのような形にするんですけれども、ここご覧ください、間空いてますよね。間開けて横線に入ります。これが非常に重要。よくあるダメパターンいきますけれども、合体しちゃいます。ここ
ガッチャンコしてスペースができない形、この形をとっている方はですね、どうしても空間が狭くなってしまって、窮屈になることによって文字のバランスが悪くなってしまうので、この点点の時にはしっかりここの間を空けるということを意識的にやってあげてください。そして角度をおおよそ揃えてあげることによって間の空間が揃いますので、バランスが悪くならないということです。そして思い切ってこの縦線ですね、スーッと引っ張って空間を見せてあげましょう。白い空間しっかりと見せてあげることによってバランスが良くなると思います。そして続きまして馬です。馬に関しては縦からしっかり書きましょうね。この書き順が間違っている方も非常に多いです。縦横縦横横でぐーっと引っ張ってきて、これは内にしっかりと入れてあげます。ぐっと持ってきて内に入れます。内側に入れてあげましょう。これの角度がこうなってしまうだけで不細工になるので注意してください。で、点の向きは1本目外側で、こっちこっちこっちです。4つとも同じ向きに点を打っていた方は要注意という形ですね。ここも意識していきましょう。さあ続きまして埼玉です。先ほど土はやりましたね。縦線短くしてしっかり右斜め上に持っていく、ここを意識してください。そして埼玉のここの部分をかっこよく見せるためのポイントはズバリ長めに線をしっかり引くということです。そしてもう一点言うと、長めに線を引いてさらにここをしっかりと見せるということです。よくあるパターン、せっかく長く引いてるのについつい右端から出すぎてここが短くなってしまう方多いんですね。ここしっかりと見せていかないとメリハリつかないので、しっかりとですね出せるように打ち込みを入れて、よいしょ、もう一回いきますね。打ち込みを入れてグッと持ってきてあげることによって、この打ち込んだ部分のわずかな隙間もしっかり白が出せますので、バランスよく見せることができます。ぜひ意識してください。そして玉に関してはしっかりと末広がりになるようにというところなんですけれども、1本目より2本目のがわずかに短めです。もしくは同じぐらい、ちょっと短めに書いてあげましょう。そして最終角の最終角じゃないですね、最後の一番長い横角は、カーブしながら持っていくという形になります。あの3を書くときとちょっと似てるんですね。やや反る、まっすぐ受けながら持ってくる、この形とこの3つの属性は似てると思います。同じ横線ですが、こういったところを意識しながらやっていってください。先ほど説明してませんでしたが、ここも一緒ですね。そういった属性になります。さて続きまして千葉です。はい、千葉も難しいんですけれども、まず最初の左払いに関しては角度が立たないようにしましょう。縦に払ってしまっている人要注意です。角度としてはちょっと寝かせるイメージで書いてあげます。で、寝かせてこの先からグッと次持ってきて、ここから当ててスッと下ろすイメージです。そうすることによってバランス取りやすいです。で、横線思い切って長く引っ張ってあげてください。これ非常にポイントです。そして続きまして草冠やりましたね。右上下激しく出さない、この2つだけ守っていきましょう。そして、ここはぐーっと長さを目立たせてあげてください。ここが短くならないようにぐーっと長くしてあげます。そしてこの草冠の右側ですね、この払い終わりぐらいから縦、そして下ろしてあげて、よいしょって形です。これもですねポイントがありまして、こことここがしっかり見えるようにこの中をキュッと縮めてあげてください。そしてこう書きます。で、今左払い右払いという形でしてますが、点の形でも構いません。どちらでもいいです。ただ左払い右払いとする場合は、先ほど木の時に説明した通りにしっかりこのバランスを保ってあげましょう。払いすぎないようにということが大前提となります。さあやってきました日本の首都東京。さあ東京はですね難しい。なぜかと言いますと、上にこの塊が来るからですね。こういった文字が出てきた時にありがちなのが、
足長に見せるためについつい上もちっちゃくしてしまってビヨーンって伸ばしてしまうパターン、その1、ダメパターン、その1。それからここの間が空いてしまうダメパターン、その2ということで、間の空間ですね、ここが間延びしないようにまずするということが、大切。そして思ってる以上にしっかりと、大きめに組んであげるということが重要かなと私は思います。まあ、これもですね、人によっておそらく、まあ、解説内容変わってくる部分だろうなとは思うんですけれども、私個人としてはですね、この中の上のタですね、ここしっかり大きめに書いてあげて、その上でグーッと引っ張ってきてっていう形で書いてあげると、まあ、バランス取れるなと思いますので、やってあげてください。で、今日に関しても考え方は同じです。この鍋蓋しっかりと横長くまず書いてあげるということで、その内側にこの口を収めてあげて、左払い右払いという形で、ここの位置気をつけてということなんですけれども、これもですね、もう少し大きく書くパターンがあってもいいとは思います。どこを大きく書くかというと、こう持ってきてここですね、ちょっとキュッと締めて書いたんですけれども、縦幅キュッと締めたんですが、これぐらいにしてあげて、もうちょっとだけ足短くして 1,2 というパターンでもいいと思います。まあ、こっちの方が安定感は出るかなっていう印象です。これだけですね、上を詰めて書く場合はこの縦の書き方が重要で、ずーんとまっすぐ書いてポンと跳ねるだけではちょっと違和感を感じてしまいますので、スンと当ててグッと持っていく、この書き方ができればですね、まあ、ちょっと長く持ってきてもいいのかなという印象です。さあ、最後神奈川でございますということで、神奈川、さあやっていきましょう。考え方としては先ほどの東京の東と一緒なんですけど、このモースという字の方がですね、しっかりと書いてあげる、しっかりと書いてあげる、縦横がちっちゃくならないようにする。さあ、それどういうことかというと、まあ、こう書いてしまう方も結構いらっしゃいます。ちっちゃく書いてしまうと白の空間が目立ちすぎて、文字がですね、窮屈になりますので、ある程度ここしっかり書いてあげるということが大事です。内側に締めてあげましょう。なので、上にこういう塊が来るときはですね、思ってる以上にしっかり書いてあげていいということを覚えておいてください。で、ここお手本上ちょっと離れてますが、ごめんなさい、ここはつけてあげた方がいいですね。こう書いて、こうしっかり、つけてあげてください。まあ、多少離れててもいいんですけれども、ちょっと離れすぎでしたね。失礼しました。しっかりつけて書いてあげるようにしましょう。で、ここの角度が非常に重要なんですけど、これもついついこういってしまって、パカッと開いてしまう方が多いんですけれども、ここをですね、しっかりと重ねてあげます。止まって重ねてください。重ねて払います。そして下ろすと、しっかり締まるので、おすすめです。やってみてくださいな。ということで、末広がりになるように、で、先ほどと同じバランスですね、もうそれらの組み合わせとなっていきます。で、ポイントとしては、この右払いの力を加える位置ぐらいに、まあ、点が集結するぐらいのイメージ、で、それの左右対称ということで、まあ、このあたりに集結するイメージということで書いてあげるといいと思います。ただここまで最後点開かなくても大丈夫ですということで、ちょっと書いておきますと、こうぐーっと角度あまり寝ないように持ってきて、逆にこれは外側に開くように持ってきます。そしてぐっと引っ張ってきて、縦下ろして跳ねて、まあこれぐらいでいいですかね。ちょっとこれも外にぐっと引っ張りましたけど、まあ、こんなイメージで、ただいずれにせよこの右払いの位置に持ってくるような形です。まあ、そうすると、まあ、均等にバランス取れます。ここ中心なんで、しっかりとバランス取れるようになりますので、やっていきましょう。そして最後、川です。川は難しいです。非常に難しい。なぜなら画数が少ないですし、非常にシンプルだからです。じゃあどうするかというと、打ち込みをしっかり入れてください。打ち込みをしっかり入れてください。打ち込みをしっかり入れて持ってきてください。で、ここ止めてもいいですし、払ってもどちらでもいいと思います。ぜひこの打ち込みを意識しましょう。ここができていないと、なんか物足りない、そ
そんな感じになってしまいます。ですので気をつけていきましょう。はい、ということで今回はですね、都道府県用いて解説していきましたが、いかがでしたでしょうか。タイガーくんもムムムと言ってますけれども、まあ、それぐらいですね、バランス取るのって難しかったりします。ですが、今回、行った関東編を使って、ぜひ文字のバランス整えていただいて、他にも活かしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になりますが、いかがでしたでしょうか。この動画ご覧いただいて役に立ったなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントいただけますと嬉しいです。他にもですね、このような形でたくさん文字の書き方のコツなど解説しております。美文字に関することや書道に関すること、お役立ち情報ならこちらのチャンネルにお任せくださいということで、ぜひ他の動画もご覧いただければ嬉しいです。お知らせです。私が運営する書道美文字のオンラインスクール、カリグラフィアにて月額1200円のお手本ダウンロードし放題サービスというものが追加になりました。こちらのお手本に関しては、大筆、小筆、ボールペン3種類があり、すでに150種類以上のものが完備されております。さらにはですね、お手本をダウンロードして独学で学ぶだけではなくて、毎月1回推奨課題のライブ講義というものがございます。そちらに参加することが可能。そして本日のコラムということで、私自身がですね、会員限定で発信しているコラムを閲覧できるという形でサービス満点の内容となっております。よければですね、概要欄にリンク貼っておりますので、興味のある方はぜひですね、お問い合わせいただければと思います。それではまたどこかでお会いできることを楽しみにしております。さようなら。